ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。今回はあまり知られていない海外鉄道の乗車記録をゆっくり実況でお届けする、ゆっくり海外鉄旅シリーズだ。今回はミャンマーの寝台列車に乗ってみるぜ。東南アジアの寝台列車といえばタイ国鉄が有名だけど、ミャンマーの寝台列車についてはあまり知られていないよね。そうだな。タイの寝台列車は首都バンコクから南、北、東北の各方面へ向けて運行され、日本からの譲渡車両が活躍していることもあって日本人にも比較的認知されているが、タイと同じく強大な鉄道路線網を有する隣国ミャンマーの寝台列車についての情報は少なくあまり認知されていないのが現状だ。ミャンマーの寝台列車は非空調でかなり古い車両が現役だという。早速乗りに行ってみよう。行ってみよう。現在我々がいるのはバガン駅だ。暗いね。照明を落としているためわかりづらいが、駅舎は寺院のようなデザインになっている。バガンは大小様々な仏塔や寺院が林立する世界有数の仏教遺跡で有名だ。昼間には平原に点在する遺跡巡りを楽しめるぜ。これはすごい風景だね。今回はバガンからミャンマー中部の主要都市マンダレイまで寝台列車に乗車する。早速駅に入ってみよう。駅は簡素な造りで、列車の発車案内はホワイトボードや黒板に書かれているぜ。アナログだね。窓口では当駅発のチケットを販売している。観光地なこともあって英語が通じるぜ。ホームで列車を待っていると一両の機動車がやってきた。ネイピードー発パコック行きのナンバー107アップ列車だ。日本で走っている機動車によく似ているね。この車両は元々鉄道 NT100 型だ。該当車両の NT126 は1991年に富士重工で製造され、石川県の能登鉄道各線で運行、能登線の廃止に伴い廃車となり、2006年にミャンマーに譲渡された。譲渡後は車高切り詰め、ミャンマー国鉄標準色への塗装変更などの改造が行われ、しばらくはヤンゴン近郊で運行されていたが、2017年頃にミャンマー中部に配属されネイピードー、パコック間の列車を担当するようになったぜ。こんなところで日本から来た車両に出会えるとは、驚きだね。日本出身の機動車は他にも数多く運行されている。興味が湧いた人は過去動画を見てほしいぜ。ちなみに、ミャンマーの列車は本数が少なく、地方では1路線あたり1日1往復しか列車がないことも多い。ネイピードー、パコック間を走行する列車も1日1往復のみ。この列車が今日最初で最後の上り列車である、ナンバー107アップ列車は朝8時10分にネイピードーを出発し、約11時間かけてこのバガン駅に到着した。この後約1時間かけて終点のパコックに向かうぜ。機動車1両という見かけによらずかなりの長距離列車なのね。続いて、客車列車が入線してきた。今回乗車する、バガン発マンダレイ駅ナンバー119アップ列車だ。凸型のディーゼル機関車が6両の客車を牽引している。ディーゼル機関車はクルップ社製の DD1200。1986年に西ドイツで製造された。4同軸のディーゼル機関車で、1200馬力であることから DD1200 台の車番を持つ。クルップ社製のディーゼル機関車はマンダレイ周辺に集中して配備されている。ヤンゴンではあまり見かけない顔ぶれだが、900馬力の DD900 と共にミャンマー中部では主力の機関車だ。次は客車を見ていこう。ミャンマー国鉄の客車にはアッパークラス、ファーストクラス、オーディナリークラスと寝台のアッパークラススリーパーがある。今回の編成では先頭から順にオーディナリークラス、アッパークラススリーパー、アッパークラス、ファーストクラス、オーディナリークラス2両が連結されている。アッパークラスは横3列、ファーストクラスは横4列の座席配置。最もグレードの高い座席にもかかわらず、いずれも非空調だぜ。ミャンマーではまだまだエアコンが当たり前の存在ではないんだね。オーディナリークラスはクッションのない座席のボックスシートだ。客車はミャンマー国鉄の標準塗装であるクリーム色、青色、茶色で統一されている、と思いきや、一両だけ派手な緑のラッピングを施された客車が挟まっていた。これが今回乗車する寝台車、アッパークラススリーパーだ。ラッピングはミャンマーの国民的ビールブランド、ミャンマービールの広告だ。ミャンマー国鉄にはこのようなミャンマービールの広告ラッピングをまとった車両が数多く存在するぜ。ミャンマービール、美味しいよね。早速、車内に乗り込もう。車内は緑色に塗られている、かなり年季の入った車両のようだ。これが今日の寝床だ。二人一部屋のコンパートメントになっている。廊下と同じく、壁は渋い緑色。シーツと枕カバーまで緑だぜ。
壁の色や廊下側のドアに窓がないことも相まって閉塞感がある個室だね。気になる灰色の箱には何も入っていなかったぜ。貴重品入れなのかな。二段ベッドであり、上段に登るにはなぜか壁側に取り付けられているはしごを利用する必要がある。ベッドのシーツは毎回交換されていて、枕とマットはそれなりに柔らかい。布団はないが非空調なので問題なさそうだぜ。え、寝台車も非空調なの？そうだぜ。夜は寝苦しいかもな。一応、扇風機はついているぜ。この扇風機、どこかで見覚えがあるような。そうだな。国鉄型車両の扇風機と思われる。おそらく譲渡車両から取った部品なのだろう。扇風機単体で輸出されていた可能性やそもそもこの客車が日本製の可能性もあるね。詳しい人がいたら教えてね。21時ちょうど、列車はゆっくりと動き出した。乗車中の列車はバガンハツマンダレー駅ナンバー119アップ列車だ。マンダレーまでの距離は約180キロ。列車での移動にはおよそ8時間を要し、翌朝の5時台に到着予定だ。かなりゆっくり走るんだね。そうだな。ミャンマー国鉄の地方路線は保線状況がかなり劣悪で、あまりスピードが出せないんだぜ。チケットはこんな感じだ。外国人用は英語で記載されている。バガンからマンダレーまでアッパークラススリーパーを利用した場合の料金は4000チャットだ。日本円で約250円。非空調であることを考えても非常に廉価だ。そんなに安かったの？これで一泊分の宿代が浮くわけだし、低コストで移動しようとする人にはぴったりの移動手段だな。翌朝の5時16分、列車は終点のマンダレーに到着した。暑さや揺れを心配していたけど、意外とよく眠れたわね。そうだな。ミャンマーは乾燥した気候で夜間は比較的過ごしやすいし、あまりスピードを出さないので揺れも気にならなかったな。今回のミャンマー鉄道旅はここまで。ミャンマーの鉄道については、過去にも日本の機動車が多数活躍するヤンゴン環状線や秘境で生き残るキハ52について解説しているから興味が湧いた人は見てみてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。